えー、トータルで159回目となりますで。今回は臨時増刊号ですね。えー、通常は、えー、第1、第3の日曜日にやっておりますが、今回は臨時増刊号ということで、えー、やらせていただきます。はい。えっ、ー、と今、今日は、えー、っと、はい。さらに西田さんと私ですね。はい。二人でやらせていただくことになります。 はい、よろし今日はあれですよね、はクヘテさんは、まああのえー、なんか仕事というか、まあ、そうですね。はい、ね今、と日本の国会でも、はい、入管法のこととかやっぱり忙しいと思いますよ、いろんなテーマがあって、やらなきゃいけない。まずですね今後、はい 今回は通常第一、第1、第3でライブもして、えー、また収録をしてましたけど、今後はちょっと、えー、趣向を変えて、はい、ちょっとより多くの情報を、ニュースを伝えられるような仕組みに変えていこうという話になってますね。はい、具体的には今まであの、韓国のニュースに字幕をつけて届けることが多かったんですけど、はい、それだとどうしても時間がかかっちゃうんですよね、はい、2分 <laughs>、3分のニュースといっても。 であとやはり著作権の問題があるんですよね。そうですね。著,著作権の権利関係では、ねはいろいろとうちららはは制限が設けられてましたね。はい。私たちも大変なんですよね準備がね。はい、はい、そうです。はい、ただまあそ,れによそのことによって僕も本当詳しく監獄のニュースをこの3年間見るようになったんでよりその自分の知識をやはりね毎日あれだけのニュースを,を見たり字幕をつけることで。 まあ、自分の知識を蓄えたと思いますねこの3年以上、もう4年目になりますけれども、まあうん、この映像に字幕をつけて、ニュースをお届けするということは、えーうん、それだけ努力は、ね、怠らずにやってきましたので、はい、それをちょっと思考を変えながら、より多くの情報をお届けできるようにしたいという趣旨ですね。はい それと、えっ、ー、と、これまでは、えっ、ー、と、第1、第3っていうふうに限定しましたけど、うん、えぇ、ー、第1、第3話の、今後、あの、日曜日の収録もして、まあ、月曜日にですね、次、はい、の日の月曜日に、あの情報、えっ、ー、と、公開する、収録を公開するという形で、はい、変わらないんですけど、えっ、ー、と、第四のね、第4日曜日とか、はい 今度はまたあの、オフライン形式、オフライン形式っていうのオンラインはオンラインなんですけど、ライブではない形で、えー、参加型の、そうですね。リスナー参加型の、はいえー、ものをやっていこうというふうになりましたね。はい。はい。これはまあ、うんえー、ニュースというよりも特集的なそうですね。はい。どちらかというテーマを決めてですよね。 えー、韓国の宗教問題であったりとか、<laughs> あとは不動産問題だとかね、はい、その深く掘り下げて、やっぱり短いニュースって伝わらないことを、そうですね、そういうことをやっていこうと、うん、それとできるだけ短い、えー、ニュースを多めにお届けするけれども、時間は短くすると、はい、いうことでね、はい、やっていこうというふうにやりました。はい、はい、えー、では 159回目あ、一応25回目ですね。はいえー、25回っていうことは、大体50回、これ、隔週にありましたから、大体50回、1年間、や変えてから1年間過ぎました。で今回は臨時増刊号ですね <laughs>、うんえー、それで5月からまた新たに生まれ変わる試みをするということで、始めさせていただきたいと思います、はい、ますは臨時増刊の理由があるんですよね。はい、<後>はい、じゃあ 西田さん、よろしくお願いします、はい <coughs>。一応メニュー見せましょうか。はい、お願いします。はい。ね、はい。こんな感じですね。はい。韓、はい、米首脳会談特集ですね。すご存知の通り、韓、はい、米首脳会,会談が4月の24日から行われました。で、韓米首脳会談の分析です。はい。イ<え>、はい、ギョル大統領の英語演説パフォーマンスだけ。 成功したのではないかとそして、対、はい、中国、それからロシアも、ですねその政策のために韓国を犠牲にするアメリカ・バイデン、うん、そして何も言えないユン・ソギョル、うん、そういった構造が明らかになったんじゃないかと思います、はい、え普段のい、えー、韓国メディアの弾圧していることを暴露された、結局、はい、アメリカの記者から鋭い質問が飛んだんですね。 そういったことも日本で伝えられなかったことをお届けしたいと思いますはいはい了解ですはいじゃあ早速いきましょうか <laughs> はいではスタートしますまずですね、えー、今回のユン・ソギョル大統領の訪米で韓国のマスコミが盛んに報道しているのは、えー、ユン・ソギョル大統領が50分の英語での演説を上下両院でやったということなんですねうん。 そのことを、まあ、映像をちょっと見ながら、まず、えー、か、えっ、ー、と、見ていただきたいと思います。はい。まあ、英語としてね、まあまあ、いい英語です。うん。で、それから、原稿読んでないでしょう、うん、<laughs> これは意外でしたね、正直。丸暗記でしょう、えっと うんうん、ちょっとだけ翻訳しましょうかね。マリア丸暗記は丸暗記ですけど、うん、この同盟が、えー、新しい未来を、えー、新しい未来を導くことを信じてるとかって言って、これでほら、えー、上下両院の議員が立って、これは儀式なんですけどね、他の国の首脳がアメリカ議会で話しするときにはこうやってスタンディングオベーションするのは、 儀式なんですけどね。うん、で、これはかなり。いや、ここら辺でいいか。うん、私は、結局緊張して。してるから、一生懸命直してた。あの、とりどりがやっぱり。そのまま、とりどりやってましたね。また、ね。この首を振るのですね。そう,そ,うそう、そうん、そう。はい。えっ、ー、と、韓国のね、メディアを見てると。えー、原稿なしで読んだ。50分間やった。 うん、上,上下両院の議員が、えー、スタンディングオベーション、みんな立ってこうやって拍手したということを盛んに報道してまこれ、意図としては明らかなのは結局、ユン・ソンニョル大統領に対して無能で無知、うん、無知っていうイメージがむちゃくちゃあの1年間で誰でも分かる状況だったじゃないですか、うん、韓国の人。それを払拭するためにこの英語の演説にかけたんだろうなと。うん いう気がたぶ、ねうん、うん、<laughs> 多分ね、ずっとね、この英語の演説の練習ばっかりしてたんだと思いますよ。<laughs> そうですね。1 <laughs> 一週間ぐらい <laughs>。ただ、えっと、これ50分って言ってるけども、こんだけゆっくり読んでるでしょ。うん、で、それから途中でこうやって拍手が入るじゃないですか。うん、かこれ、あの読んでないって、あれあるんじゃないですか、前の。たぶんね、それはね、ないと思う、さすがにないと思います。うん やんないいと思いますね。いやどうだろう。だろあるんじゃないかな。いかあれがあったとしたらね、ただ、他のアメリカの議員からみんな丸見えになっちゃいますよ。あのプロモトでしょ、うん、あったとしたら、アメリカの議員から丸見えになっちゃうと、もさすがにそれはちょっとできないと思うんですけど。どうだろう、私はあるにう気がするけどな。だって前、以前、あのえー、と討論会で、うんあ、それがなくて、一言喋れなくて、五分。 数分間ずっと停止してたっていうことがあったじゃないですかそうですね、うん、私はああいうのを見てきてるからやっぱり、うん、あ,あるんじゃないかなと思いますけどね,そうですねまあだから僕もそのね日本人としてはわりかし英語はできる、まあ、コミュニケーションは困らないぐらいはすらすらとはできないけどもそれぐらいの英語力であるんですけども、うん、その僕でもあの丸一日これ暗記しろって言われたら <laughs> 暗記できますよ。 うん、でその50分って言っても実質多分20分ぐらいの文章ってどれぐらいかっていうと、うん、うん僕らがほら僕もねあの集会の時とかで話するじゃないですか大体、うん、いい A4 の紙1枚に日本語で書いて5分ぐらいなんですよね。うん、よということは A4 の紙4枚ぐらいでしょ 1>、うん、丸1日あれば覚えれますよあユン・ソニョルさんはもっとかかると思うんですけど <laughs>、うん、<laughs> 英語であったとしても。はい まあ、一応その、ここら辺にちょっとなんか書いて覚えるぐらいだったら、うん、まあ、ずっと小学校からね、本当何不注なくいい学校行ってるわけですからね、いくら勉強しなくてもそれぐらいはできるんじゃないかなと思います。はい。まあ、結局、パフォーマンスですからね。はい。はい、で、はい、問題はその、英語をうまく読むのが大統領の仕事じゃないんですよね。うん。<laughs> はい。で、その、二つ目に見ていただきたいのは、やはりその、記者会見を、 すれば、あのユン・ソンニよル大統領が普段から何も考えてないってことがボロが出るってことと、うん、やはり韓国の記者がユン大統領に対しては、ちゃんとした質問ができてないってことが、うんえー、ユン大統領とバイデン大統領の共同記者会見で、かなり、えー、鋭い質問が韓国の記者あの失礼アメリカの記者から飛んだんですよね。 うん。アメリカの記者の質問と韓国の記者の質問を比較してみていただきたいといただきたいと思います。はい。はい。どうぞ。あ、それを。あ,<っ>あ、これ映像ですね。はい。了解、はい、で,です。Thank you, Mr. President. Your top economic priority has been to build up U.S. domestic manufacturing in competition with China. But your rules against against expanding chip manufacturing in China is hurting South Korean companies that rely heavily on Beijing. Are you damaging a key ally in the competition with China to help your domestic politics ahead of the election? And one for President Yoon. There have been concerns since last year that North Korea will soon be conducting its seventh nuclear test amid growing domestic support in your country for your own nuclear weapons. Meanwhile, Russia has suggested it could send its latest weapons to North Korea if South Korea sends lethal aid to Ukraine. How do you seek to manage the North Korea risk amid obligations to Ukraine and NATO? Thank you. The uh, visit of countries around the world, and uh, two significant South Korean companies decided they were going to invest billions of dollars in chip manufacturing in the United States. It wasn't designed to hurt China, it was designed to, so we didn't have to worry about whether or not we had access to semiconductors. For example, we're in the beginning of it. And uh, it's generating significant economic growth in America and not hurting anybody. And by the way, it's creating jobs in in South Korea. It's creating jobs in South Korea, not just with SK, but all, anyway, with Samsung and other, uh, other industries. So I think it's a win win. You need the microphone. My apologies. Thank you. Did the recent leaks revealing that the U.S. was spying on South Korea come up at all in your discussions? And did President Biden provide you any assurances? 지금 뭐 한미 간에 그 부분에 대해서는 소통하고 또 필요한 정보를 공유해 나가고 있습니다. 지금 뭐 미국에서도 조사가 Uh, 진행 중이기 때문에 uh, 또이 국가 간의 이 관계에서 uh, 이런 그 다양하고 이런 복잡한 변수가 있는 문제에 대해서 uh, 좀 시간을 두고 uh, 미국의 조사 결과를 지켜보고 충분히 소통할 생각입니다. 네. This will be the last question. Mm. 질문해주셔서 감사합니다. 파이낸셜션 뉴스의 김학재 기자라고 합니다. 저 먼저 두분 대통령께 질문 드릴 텐데요. 그 윤석열 대통령께 먼저 말씀드리겠습니다. 그 대통령께서 이번 미국 국빈 방문으로 한미동맹이 뭐 첨단 기술 동맹으로 좀 강화는 됐는데 이 과정에서 이제 미국과의 공급망 구축, 첨단 과학기술 협력, 첨단 기업 투자 유치로 뭐 성과도 거두셨습니다그데 이런 성과가 기업들에게 긍정적인 영향을 좀 주겠지만 국민들 개개인에게 어떤 좀 영향을 줄지 단기적으로 또 장, 장기적으로 어떤 영향을 줄지 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 그, 그 바이든 대통령께 질문 드리겠습니다. 그 한미동맹 70주년을 기념할 정도로 지금 분위기는 좋지만 어, 아직 그 기자회견 문의는 있어도 그 아직 한국 기업들이 그 미국의 반도체법과 그 인플레이션 감시법 때문에 많이 불안해하고 있습니다. 어, 미국에 투자한 우리 한국 기업들이 불안해하지 않도록 バイデンメッセージを安心ししときおいます、あ、韓国の記者とアメリカの記者の質問を聞いてもらったらいかに韓国の記者がメ,メディアがユン・ソンニョル政権になってから、えー、非常に締め付けられているという雰囲気を分かってもら,えたもらえるんじゃないかと思うんですよ。うん、その最後に引用した韓国の記者ってユン・ソンニョルに対してだけでなくバイデンに対しても その、アメリカの IRA 法とかで、別に不利益はないことは分かってんだけど、うん、韓国の企業が怯えてるので何か言ってくださいよって、うん、いう言い方するでしょ全く、ほら、アメリカの記者が、えー、ユンソニョルに対して、盗聴されないって約束を取り付けたんですかとかね。うん、<laughs> あの、バイデンに対して、あの、中国と競争するために同盟国の韓国を痛みつけていいんですかっていう。<laughs> 全然違うじゃないですか、このトーンが。 違いますね、はい <laughs> まあ、だアメリカはやっぱりその本当自分勝手なやはり政策をしている国なんですけどもやっぱりメディアは生きてる、うん、そういうメディアはあの批判精神というかそれは生きてるなっていうのはやっぱ感じたんですけどね僕はね今回とんでもないことを約束してきたんじゃないかっていうふうな。 それでそれを発表するんじゃないかっていうのがありましたけど、はいはい、一応、発表はしなかったことを、ちょっとほっとしている人、はい、意見が多いでですすよねねそうですねまあ最後の方でまたやるんですけども、えー、結局、核の共有ってことについて、えー、だからそのじ実効性がない、うんか北に、北が核を使ったらアメリカも使うよっていうことを宣言で言ったんだけども、実効性はないと、うん、それから韓国国内には配備しないと。うん それを決めたのは結構重要。うん、<laughs> あと、ウクライナに弾薬を供給するってことを明文化しなかった。<laughs> うん、それをさせなかったのは、とりあえず成果しないかって。したかもしれないけど、今回公表はしなかったですよね。公表できなかった。だから、口約束ない、何かをした可能性は十分にあるんですけど、うん、それを表立ってしなかったっていうのは、うん、まあ、なんか良かったんじゃないかっていう逆にね。 あのいい話になってますね。はいはい。まあでも本当この映像を見るだけでもね、その本当韓国のメディアが英語で演説して素晴らしいとかっていう全然そうじゃないっていう中身がやっぱりね、この記者会見を見るだけでもわかるじゃないですか。うん。えそれがやっぱり報道されないのが残念ですよね。うんうん。うんまあ、はいそうですね。はい。どうぞじゃいや続けてですね。あの今回の訪米が非常に 重要だったのはですね、失礼しますね。今回の訪米が非常に重要だったのは、うん、あの韓国の経済が今非常に悪い。うん、それはそのユン・ソンによる自身のせいでもあるし、うん、プラスアメリカがその韓国の経済を痛,み痛めつけてでも、この対中国競争力強化をやってるってことにあるんですよね。うん、それに対して、えー、どういう成果が を得られるのかということが注目されたんですけども、そちらでも残念な結果だったんですね。うん、一つ目にこれ今見てもらっているのは、えー、これは、サムソンですね。サムソンですねーー、はい。はい。14年間で最悪の実績、うんで。14年間っていうと、その14年前っていうのは、えー、サブプライムローン。うん、何機機っていうのサブプライム機機。うん。うん。2008年、2009年ですよね。はい。はい、で、 サムソン電子の日本で言ったらリーマンショックですよね。リーマンショックですね。第1分期、だから1月から3月の半導体。4四半期ですね。はいはい。4四半期。四四半期。4四半期の1つ目ですよね。そうです。それで 4. これ四兆5800億ウォウォンでしょ。 4兆です。だから日本円でしたら4500億円ですよ。の赤字、赤字だけで。それで、あのこの私4000億とかいう数字っていうのは、すごい印象に残ってるのは、東芝とか、はい、日本の,あの,、えー、その家電メーカーとか、大きいのがいっぱいあったじゃないですか。それれが潰れていった時に、うん 一年間で4,500億ウォンの赤字とか、4,300億ウォンの赤字っていうのも、出てそういうのが10年ぐらい前によく出てて、はいはい、それでどん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 沈んでいったじゃないですか。はいはい、その時に4,000億円ってすごいなと思ったんですけど、これ、あの4四半期で4,500億円の赤字ですからね、これ、もうちょっと規模が、もう本当にこれサムソンこれまま行ったら、 アウトじゃなないいかなっていうのを思えるぐらい金額ですよね、うん、続けば本当にやばいですよね。あの次、最低でもゼロぐらいにはしとかないと。で、うん、今年の半導体の投資は継続、えー中,長期えー、中長期の経済力確保のえ次元とかってありますよね。次なんですけど、次の写真、これは SK ですね、サムソンと並ぶ半導体メーカーの。でね、でこれは これ2021年、えー、の第4四半期が、うん、この時のこれ,利益あこれ売上す、売り上げが12兆3800億ウォン、うんはいで、利益が4兆2千0 0こういう状況で2022年、まあ、2022年、まあ、ここ良かったんですね、はい、13兆8100億ウォンの、これ 2022? 二十、二千二二千二二十二年の二分期ですね。何だから四号六月ですね,ね。そうですね。まあまだユンスオニュルショックが来る前ですね。そうです,うですはい。就任はしてたものの、で、はい、そこまでいったのがこのユンスオニュル大統領がいきなり就任して脱中国宣言っていうのをやったんですよね。はいはい。で半導体メーカーは中国で四十パーセント売っててそれが売れなくなった。はい。でえー、まあ一気にこの十億十兆九千億 9800億ウォンまで売り上げが減って、うん、営業利益がもっとこの1兆6600億、半、はい、分の1ぐらいですよね、これが売り上げがさらに今年に入って、はいえー、7兆、だから7兆7700億だから半分ちょっとですよね、せいぜい、うん、たった1年前の半分ちょっとしか売れてない、うん、で、えー、赤字が1兆7000億ウォン、下、うん、いですね。 はい、あのさっきバイデンが2つの半導体、巨大な半導体企業がアメリカに投資をしてくれたって言ってましたよね。はい。それがサムソン電子とこの SK ハイニックスですよ。そうです。ただ、はい、そのサムソンと SK に対して、えー、中国で作った半導、中国で半導体は作るなと。で、その中国で作ったものはアメリカは買わないと。うん、で、アメリカで作る分にはいいですよっていうふうに言ってるんですけど、ただアメリカは、この SK に対しても、サムソンに対しても、 えー、技術を見せなさいと、うん、技術を教えなさいということを言ってるんですよ。あのあれですね、公開しろって言って、それに対してあのさっきの、えー、とどっちか外国人の記者さんがこのことにはい、はい、あのこのことを突っ込んでてましたよね。いましたね、はい。うん、あの中国を傷つけるため、中国に対してアメリカは競争力を持つために。 中国に売ってるで、中国で作ってる韓国、同盟国を痛めつけてるんじゃないですかと、うん。技術のこともなんか、そうですね、はい。うん、最後にそれ、バイデンがそのほら技術のことも、えーうん、答えてたんですけどね、まあ、のらいわゆる本当、のらりくらり、中身のない回答をバイデンがしたんですよね。で、このユン大統領がまともだったら、これ、なんとかしてくれとね。うん その韓国の企業をもうちょっとアメリカでもちゃんと商売できるようにしてくれっていうのをやるのが外交なんですよ。うん、ところが全くそういった成果はまず半導体でなかったってことなんですね。全くなかったですね。はい。え、はい、次がえ次はこの法律です。このインフレーションえー、IRA ですね。うん。このえー、これは IRA インフレーションのリダク リダクションアクトインフレーションを少なくするって法律なんですけども、うん、これが今、韓国企業の何にダメージを与えているかというと自動車なんですよね。うん、はいでこれはもともとはこの環境問題だとかそういったものを含めて、うん、あとアメリカの経済復活するっていうほアメリカの経済復活するってことと、うん、<laughs> それから、えーまあ、環境問題っていうのをそのごちゃ混ぜにした法律なんですけども。 拡大なども含まれてみるとですね。はい。うん、簡単に言えば、えー、だから民主党がやっぱりその選挙で勝つアメリカのアメリカの民主党が選挙で勝つために、うん、あの国内の雇用を増やします。うん。でも医療も充実させます。環境も守りますと <laughs>。うん。いう法案なんですよね。うん、そうですね。これで今、えー、何が問題になっているかと言いますと、うん。えー 中国のバッテリーを使うなということを言ってるんですね、うん、アメリカがね。はい。で、その中国のバッテリーを使ってる、えー、自動車は、アメリカの国内じゃ売れないぞということを言っててですね。うん、で、えー、<coughs> それで、あの、サムソンであるとか、サムソンに失礼しました。うん、ひょヒョンレだとか<や>、えー、キキアとか、韓国の自動車は、アメリカの国内に販売するときに補助金を受けられないんですよね。うん うん日本のメーカー一台売るとあ1万ドルかなんか補助金が出ましたよね、はい、はいはいそれがもらえなくなったんですよねはい日本のメーカーは受けれるんですよねうんで他にもだから受けあの受けれる、えー、補助金を受けれる国国はあるしうんあとその中国のバッテリーを使うなっていうふうに言ってるんですけどもうんアメリカのどこですかえー、テスラですよねテスラ テスラが中国のバッテリー使ってるんですよね。そう、それもまた来年、あの来年度、あの世界最大のバッテリー工場をアメリカに中国の技術提携して、えー、作るそうですよ。はい、だけどそのテスラは、この IRA の補助金を受けられると。<laughs> 本当アメリカのやってることも無茶苦茶でね、自分の国の利益のことしか考えてないんですけども、そうですね。で、これに対して何かしてくれっていうふうに言いに行くのが外交じゃないですか。うん。何もできてないんですよね。何もできてない。そういう中で、その、本当に大きなショッキングなニュースが最近韓国で自動車業界に入ってきたのが、えー、この、次の。その中で韓国で大きなニュースが入ってきたのが、ヒョンデチャが、 えー、ロシアから撤退なんですよね、はい、工場のとか投資の値段が1兆ウォンとかって言ってましたよね、そそうそうでそうこの売却先を探してて、売却先がそのカザフスタンかロシアの会社になるんじゃないかって話なんですけども、うん、もちろんこの1兆ウォンっていうこの投資のおかげで買ってくれるわけない、うん、あ慌ててその,サムあのキョンデがけ撤退するわけだから。はいはい だからもう本当、叩き売りみたいな値段で実際もう撤退するしかないと。そうですね。はい。これも結局、あの、このロシア、えー、ロシアのウクライナ侵攻、侵略があって、アメリカにつけっていう圧力のな中で完全にアメリカについた、うん、ユン・ソンニョルがアメリカについたっていうことの影響なんですよね。そうですね。で、日本の報道を見てると、もう本当、ロシア、中国は、 悪魔のような国家なんだからアメリカに着くのが当たり前なんだっていう話じゃないですか。うん。多いじゃないですか。だよ世界的に見れば、自分の国は、えー、アメリカともちゃんと付き合います。ロシアとも中国とも仲良くしますと。はい。いうのは別に珍しいことでも何でもなくて標準なんですよね。うん、そ,うそうです、そうです。はい。まさにその前の文,文大統領はそのことを目指していたし、韓国は両方とも喧嘩できないんだと。うん。うん、それから、 えー、最近、これ、日本では報道されてないんですけども、マクロン大統領、フランスですね、はい、マクロンさんも人気ないんですけど、今、年金の値上げとかで、はい 2> えー、2週間ぐらい前でしたっけ中国行ったんですよね行ってます。あのマクロンもはじめ、6か国が立て続けに行ってますよね、えー。あ、他のヨーロッパの、あブラジル、ロシア、最後がブラジル、ジル最後がブラジル。スペインも行ってます。はい だから、その、実は、その、ウクライナをめぐって、そのヨ、ヨロ特にヨーロッパが、その、アメリカの元で NATO で団結するっていう風な印象を、日本のニュースを見てると、持つと思うんですけど、全然そんなことないんですよね。違いますでマク。マクロン大統領がもうはっきり言ってるんですよ。この、アメリカとは軍事同盟があるけども、軍事同盟は属国ではないと。うん。で、その、中国ともうまく付き合うということを、えー、アメリカは、その、アメリカ、中国とは、 フランスは中国ともうまく付き合うんだけども、アメリカに阻止されるいわれはないと <laughs>。うん。いうふうな中身のことを言ってるんですよね。そうですね。はい。だからそのね、ロシアとも、うーん。中国ともロシアはね、このね、ロシアの市場ちっちゃくないんですよ。はい、あの、それでもう数十年かけて、あの、育んできた、育ててきた市場で、そこで、 現代車、韓国の車がロシアですごい人気があったんですよ。うん、それで、やっとこ,こで目が出て、これから本当に大きな市場。でロシアに入るとそう、カザフスタンとかウズベキスタンとか、旧ソ連圏のところにも全部伸びていきますんで、はい、非常にこうやって、あの中国の、に今、圧倒されている状態ですけど、だんだんこうやって進捗されているんだけど、そこをカバーできる。 うん、ためにも大きな大事な市場だったんですけど、今回全部手放しちゃいましたよね。うん、撤収するっていうことが、はい、そうロシアのだからロシア人にとってのイメージのいい国の一つが韓国だったんですよね。そう一位でしたよ。一位。まあ、はい、<laughs> その中国ともいろいろあったし国境問題とか、うんでも、もちろんアメリカ NATO とかって。 その問題があるんだけども、うん、k p o p の影響とかいろんな、ね、その経済的な影響とかでいいイメージにななった国なんでですすよね、はい、そうですでその確かにこのウクライナの侵略があるでそのロシアはやっぱりまだ本当自由な選挙とか報道がやっぱり許されていない国だっていうことはそうなんですけども、うん、でもその国民の利益とか経済の利益を無視してまでこのロシアとの関係を切って、うん、ウクライナに。 弾薬を供給するってことを大統領が決めていいのかって話したんですよね。うん。うん。大統領の一存で。で、仮にそのウクライナがそんだけ自由のために戦ってるって言うんだったら、そういうふうにユン・ソギル大統領は言うんでしょうけども、うん、あなたが今自分の国で自分の国のメディア弾圧してるでしょって、うん。一 <laughs> つは。で、もう一個は国民食わせてからそういうことやりなさいよってことが二、うん、<laughs> つ目と、ね、はい。 最後に非常に思うのは、ですね、はい、あの韓国自身、今、戦争終わってないじゃないですか、うん、自分の国が戦争終わってないのに、他の国の戦争に口出ししてどうするんだっていうのが、本当、この弾薬の供給の問題で、うんはい、誰が考えても分から、ねはい、今、ウクライナに50万発、うん、155ミリ砲の弾薬を、はい、提供したって言われてますよね。はい ねうん、だからこれが、だから今回それを公言するんじゃないかと、そのほかの、はいね、全部こうやってもっと、ね、出すんじゃないかって言って、非常にこの恐れてましたよね、うんあの、そういう約束をして、はい、もうこれからウクライナの戦争にもうどんどん武器を供給するようなことを言い出す、約束してくるんじゃないかっていうのが、一番恐られてましたけど。 まあそれは今回、公表はされなかったわけで、したかもしれないけど、公表はされなかったですねそ,ですそれだけは成果でした、でもしそれがされてたら、ロシアが、えー、北側に対して、うん、弾薬を供給しなければならない、うん、でこれ、うん、面白いというか、本当にこれ、洒落にならないのは、この、えー、韓国が最前線で使ってる砲弾がウクライナに今、提供している155ミリ砲弾なんですよね、うんうん、話なんですよね。 <laughs> だからこれ、非常に軍事的にもやっぱりやばくなるような状況が、うん、本当に一気に戦争ってことが、やっぱり東アジアで危なくなる状況だったんですよね。うん、最悪はとりあえず、まあ、回避はできたということで、うん、やはりもうこのアメリカ、日本の報道もそうなんですけども、やっぱアメリカイコール自由と正義と民主主義でっていうのが、今回、このやり方を見ても <laughs> 違うでしょって、うん、アメリカやっぱり自分のことしか考えてないんでしょと。うん あの、独立した、やっぱりメディアは生きてるけども、アメリカという国は、自分のことしか考えてないでしょっていうことを、やっぱり、私たちもやっぱり考えるべきだと思うんですよね。<laughs> もし中国が同じことしたら、メディアの叩き方も、中国が今のアメリカのように、ほら、もう自分の国のことしか考えてないの経済政策取ったら <laughs>、半端じゃない叩き方するでしょうね。日本の国のメディアなんか。うん。そうですね。こういうちょ、 はい、はい、じゃあどう、えー、次は、次次はそれで、えー、とユン・ソギョル大統領が非常に経済的な成果だと言ってるのが、うん、あのネットフリックス、ユン・ソギョル大統領が非常に大きな成果だと言ってるのが、訪、えー、米して一番最初にやった企業がネットフリックスなんですよね。うん、で、えーの、ネットフリックスの会長と会談して、今後、何年間だったっけな。 大体 4, 年間4年間です、す、えー、年間で4年間、えー、このネットフリックスで、ね、4年25億ドルの投資というのは、うん、25億ドル投資、どれぐらいだろう、2500億円、えー、本当にこの大した金額なのだろうかということで、ハンギョレがファクトチェックをしてるんですよね。はいえー、4年間の25億ドルの投資は本当に型破りですかあ、なかなかいい翻訳ですね。はいで これでユン大統領は破格的だというふうに言ってるんですけども、うん、しかし、えー、ネットフリックスが韓国にすでにどれぐらい投資してるかというと、2017年の、えー、とポンジュの監督のオクチャーを皮切りに、イングラム、えー、まず、うん。2021年韓国以外の投資が、これは、5000、あ、これ、5000、 15億ウォン15億ウォンかなうん。まあ、そんなもんだと思いますね。で、あり二25のオリジナル、えー、シリーズを制作していると。で、だから、2021年で5000億ウォンだから、うん、だから、うん。あの、これあれなんですよ。4年にしたら、これをかけて4年にしたら、大体、あのその金額になるんですよ。25億ドルになると。はい。はい そう言ってますね、逆にもっと計算をシビアにすると700億円ぐらい、逆に損になるっていう意見がありますね、うん、何が問題かというと、実はあのかあの韓国のコンテンツの人気って爆発的じゃないですか、うん、<で>世界的にすごいですよ。これでそのネットフリックスがだいたい投資額と利益でいうと、10倍をはるかに超える。うん 都市閣議も利益の方が10倍をはるかに超えるんですよね。うん、この、えー、知的財産権、著作権の問題とかを、うん、えっとね、結構ね、安くしかこのイカゲ,イカゲーム、お人用ゲームとかにも払ってないんですよね。うん、うん、これをもっと払えというふうにやるのがね、やっぱ大統領としてやっぱりこの交渉するべきことだと思うんですけども、うん、まあそういったことは全くなかったわけですよね。そうですね。はい。 この25億ドル5年、4年間で25億ドルを投資することを成果と言ってるけど、本当の成果というか、全然成果になってないっていう、これからもネットフリックスは4年間、あのはい、そのぐらいの金黙ってたって、そのぐらいの金額を投資してたはずですからね、プラスになるものは何もないということですよね。はいうん ただまあ言論の自由ってことから言うと、やっぱり今、ユン・ソンニョルに怯えて、そのほら言論弾圧されてるから、いいドラマって韓国の国内で生まれようがないじゃないですか。うん、だからただ、ネットフリックスってやっぱりそういう面白いコンテンツを作れるから、うんね、先週もやったように、私は神だっていう、韓国の宗教問題を取り上げた、あの番組も MBC が報道できなかったものをネットフリックスでやったわけだから。うん ねまあ、お金はたくさん儲かってもいいからいい,い,いものを作ってくれよっていうのはあるんですけどね。そうですね。はい。だからあの、これ、韓国のコンテンツがやっぱり評価されるのは、ディズニーあディズニーでしたっけ、うん、えっとパチンコやったのが。はい、ディズニー、あれ、アップルです。アップルですね。アップルでは、ディズニー、そのパチンコをメインにして、それで客寄せを。 あの、リスナーを増やそうとしてますし、はい、あと、韓国であのディズニーの方では、カジノっていうのを作ってフィリピンを舞台にしたカジノっていうのは、それも非常に評価されてた、ねはいはい、だから、うん、結構韓国のコンテンツが、みんな欲しいわけですよ、はいだから。ネットフリックスだけじゃなくて、ディズニーもアップルもみんなこうやって韓国のコンテンツを、もう欲しい、どん,どんどんどん投資増やしてるっていうのが現実ですよね。はい。 だったらもっとね、ねそのほら、いろいろね、<laughs> ネットリックサからも取れたんですけどね、そうです、そう考えたら、はい。<あ>今日はあれですが、大体内容はこんな感じですかねそうですね、あとは、えっと、この軍事の広報をや,ってやりますね、次は、はいえー、核の共有,共有、だから、今回のユン・ソンニョルの大統領の訪問でやっぱり怖かったのは、うん、え韓米、日の三、えー、者一体の軍事同盟を作って、うん えー、核兵器を、えー、韓半島に、韓国に配備するとか、うん、本当にそこまで決めるんじゃないかっていうふうなのが、かなり恐れ,れた恐れられたんですよね。うん、それに対しては、えー、一応待ったがかかった。うん、それは、えー、まずたのほら、最初に、えー、と記者会見見てもらったんですけども、うん、アメリカの記者が、えー、北の脅威が高まって、韓国の国民の間でも韓国自身が核を持つべきだっていう意見が、 高まってるっていうふうに言ってたじゃないですか。うん。あれ実際本当にそうなんですよね。うん。今、だから、確かに、今、表面的には北がどんどんミサイルを撃ってるように見えるから、韓国も核が必要だっていう世論がどれぐらいかな ?70% とかあるんですよね、今。うん。うん。ああ、あそうありましたっけはい、それぐらいあるんですよ。 ただそのやっぱり原因はこのユンソンニョルとアメリカがやっぱ戦争外交をやってるってことは全く韓国国内でも報道されていないんですけども。はい。で、これに対してやっぱりユンソンニョルが韓国独自が核を持つべきだと。あるいはアメリカとこのほら、えー、韓国に核を配備してほしいってことまで今回言うんじゃないかっていうふうなことだったんですけども。うん。それは、えー、阻止されたと。これはアメリカの ABC だったと思うんですけども。 えまず左の方にこれ、あえプレゼント長バイデンと彼の、えーえー、とコレスポンダー、彼のパートナーのユン・ソンニョルはあサインをしたと、そのサインのアグリーメントの中、サインの合意の中身は、えー、とワシントンのウェンズデーの、あこれはだワシントンでそう言ってるということで、うん、でこれひ、右側の方は、うん、この中身について、 うん、解説してるあのアメリカの核の専門家、軍事の専門家。はい、でこれはえ、まず一番上、ピュアリーシンボ、シンボリック。これ、ただも象徴的に、うん、象徴にしか過ぎないと。一番最高。で、この、えー、合意は、ワシントン宣言は何も <laughs> 軍事的な価値を持っていないと。いうふうには言ってる、ねうんい、いう中身でしかなかっ中身までしか合意できなかったんですね。うん、幸いなことに。 はいこのことも、うん、もっと掘り下げてやりたいんですけども、今後にしたいと思います。はい、でまイミョンが言ってる、はい、民主党側のイ・ジェミョンが言ってるのが、もう本当に、えー、っと非常に、えー、シンプルで、でこの核をもし韓国が持とうと思ったら、韓国自身が NPT 脱退しなければいけないんですよね。うん、でそうなったら、韓国も経済制裁とか受けちゃうんですよ。うん、せないと <laughs>、うん それよりもやっぱり、その非核化、韓半島の非核化だと、そのやっぱ和平交渉をなんと,としても進めるんだっていうことの方が、より現実的なんですす。よね、うん、了解で今回の私は、この韓米、えーうん、会談について思ったのが、まあ正直言って、とんでもない発表がされるんじゃないかといったときに、うん、経済的に私、これ、 を推進上に、プラザ合意。1985年に合意されたプラザ合意。これ1985年の9月22日に。で、これによって、に、あの、円が1ドルに100円240円だったら、これ、どんどん下がって半分になるんですけど、うん、えっと、1995年の時に1ドルが大体80円までいったんですよね。 あそんなもんですよね。うん、え、それでそこから、この、まずは日本の経済っていうのは、その時はもう潤沢な資産と資金と、もう潤沢でしたから、10年持ちこたえたんだけど、このプラザ合意によって、日本の失われ30年が10年後から始まっていくんですよ。うんうん、えもう、はめ、歯止めがと聞かなくなって、1ドル80円まで行ったんですよね。うん、え、っていうのは あのこの結局、この時にレーガノミクスっていうのをやってましたけど、結局、アメリカ経済を復活させるために日本経済を潰したっていうふうに私は思うわけですよ、はいはい、で今回、私は韓国経済を生贄にしてるんじゃないかなっていうふうにはなんとなく感じてる、あだから似てるなっていうふうに思ってるんですよ。それ 韓国でもその何人か言ってる経済学者いますよね。あります、ます。非常に今回だから、あの、プラザ合意をモデルにして、うんえー、韓国経済を潰してると。うん、結局このほら、ユン・ソンニョルがアメリカは正しい、あるいは日本は正しいと、うん、もうだから、うん、あの、保守っていうよりそのアメリカ原理主義とか日本原理主義って呼んだ方がいいと思うんですよね。 <laughs> 自分の頭で考える力がないから、うん、でこいつが大統領だ、ラッキーっていうふうに、何でも言うことを聞かせてる、うん、<で>今そうですね、だから金ム・テっていうねあの、大統領室の安保次長ですよね、もう室長がいなくなっちゃったから、うんうん、あれがどうも日本と、えー、アメリカに対して、何でもじょ情報をしているように見えますね、最近はね。 かかなり顔を出してきましたから,、うん、からその2年前、考えれば2年前なんですけども、もたった2年前に、はい、そのユムン・ジェイン大統領が初めて英国のサミットに招かれたときに、はい、議長の、えー、ジョンソン首相の隣に座ってたんですよね、そうですで非常にもう長年、この韓国がサミットにいるような、うん、顔をして、落ち着いて。で、その時あの はっきりムンジェイン大統領は、コードはとか、えー、4カ国の軍事同盟、日本、アメリカ、インドオーストラリア、オーストラリアの対中国軍事同盟には入りませんって言ってたんですよね。うん、で、その、中国と私たちは付き合わなきゃいけないからっていうふうに言って、あの時も同じバイデンがそれを認めていたんですよ。うんうん、で、実際の時は、その、 コロナのことなんか特にやっぱ韓国の手助けがアメリカ必要でしたしね。うん、だからそれがやっぱりね、そのほら、指導者の顔がこんだけやっぱり変わったら、それだけ一瞬でやっぱ変わってしまった。うん本当ね、あとやっぱり、ね、メディアの役割なんですよね。メディアがちゃんと伝えればそういったことは、こう大統領が暴走しても歯止めがかかったんだけども、そうならなかった。うん、で私、意識的なのはね、いいまあ最後の、今、あのユン・ソンニョが指揮にインド太平洋。はい まあ、アメリカのインド太平洋戦略っていうんですかね。はい、そういうものを政策っていうのを、はいえー、掲げてますけど、これインド入ってないんですよね、今ね。そうです。もうインドはもう完全,完,全完全に抜けちゃってるじゃないですか。はい。中国、ロシアとアメリカ対等対等逆に私はあの、ロシ,ロシアとは今、原油取引、ルーブルかなんかやってるでしょうん、うん、<laughs> もう逆に、は、 そのどう考えたって、インド太平洋のインドがないんですよね、戦略のね。だけど、はい、それそれを結局、インドは抜けて、私は韓国入ったと思ってるんですけど、ような感じを受けるんですけど。経済も同じような感じですしね、経済規模とすれば。ですから、あとそれでいうとやっぱその、じゃあウクライナのことをどうするんだ、ウクライナの侵略認めるのかって話があるんですけども、僕はね、このウクライナ戦争を終わらせる方法って、一つしかないと思いますよ。それは、はいはい ロシアに対してこの世界中で球団だ制裁だって言ってるのと同じレベルの制裁をアメリカのやってきた侵略に対して過去に遡って制裁を課す。うんうん、<laughs> それしか方法ないと思いますよ。だって今このアメリカに同調してこのウクライナ制裁、あロシア制裁に加わってる国ってアフリカで1カ国もないでしょうんうん、アジアでもこの日本、台湾、韓国以外ないでしょうん。ほとんどないですねええ。中南米もないでしょそういう状況なんですよね。うん なんで,<も>でかっていうと、経済的にロシア、<laughs> 中国と付き合いがあるってこともあるけれども、うん、それ以上にアメリカが正義だって言っても、お前が言うなっていうふうに世界を見てるんですよあのだから、その象徴的なのが、あの 6, えー 6, えー、6カ国の首脳が立て続けに、えー、中国を訪問して、はいはい、最後に訪問したブラジルのルーラ大統領が、 もう、えー、原油取引を第三国の通貨ドルでやることは二度とないって宣言していきましたからねそうですね、うんうん、まあだから特にやっぱ中東がやっぱ象徴的ですよね、うん、この間、そのほら、えー、サウジとイランのあ和平も中国でやったでしょ、はいえー、サ,サウジが中国とアメリカのでバランス取引してるでしょ。はい でゼレンスキー大統領も中国と電話してじゃないですか、最近。そうつ,つい最近ですよねもしかしたら中国がこれ、うん、休戦させるかもしれない、あのはい、させる可能性、結構あると思いますよ僕もその可能性が一番高いと思います、だからそのウクライナの戦争を終わらせる可能性が一番高いのは中国が朝廷じゃないかなと僕は思ってるんですよね。うんだから 終戦させることはできないだろうけど、うん、休戦は、できかけさせることはできる可能性は、ありまますすよね、うん、はいいそう思最後に、き今日もね、これで、えー、とよく本当に日本のテレビ見てると、もうせ言論の自由がある、自由がある、日米韓というふうな見方でやってるんですけども、はい、今、日本もそうですけども、実際の。 えー、政治家が一番言論の自由をね、<laughs> 弾圧してるのは、急速な勢いで弾圧してるのは、えー、日本と韓国なんですよね。そ,うですねそこでさ最後に、えっと、見ていただきたいのが、これなんですけども、はい、日本でも大きく報道されたのは、ユン・ソンニョル大統領がワシントン・ポストとのインタビューで、アメリカに行く前に、はい、100, 100年前のこと、えー、<ー>で、いつまでも日本に謝れっていうわけにはいかないんだと。 うん、いいう,うに言ったじゃないですか、うん、日本のメディアは韓国の大統領がこんなこと言ったってすごい報道したんですけども、うん、韓国で当たり前だけどもその猛烈に批判を受けたんですよね。はい、ではユン大統領は何どう言ったかっていうとその100年前のことで謝らせることはできないっていうのは私の考え方じゃなくて、うん、日本はそう言ってるんだと、うん、日本っていう主語を抜いたんだと。 い、うん、いうふうふに言い訳したんですよ。主語がないって言ってね、大統領府でね。はい。ところが、これ、あの原文を、このインタビューしたワシントン・ポストの女性の記者が、あとファクトチェックをした記者が見たら、このちゃんとその最初に、アイ・キャン a アクセプトって <laughs>、<laughs> <laughs> アイ、つまり、そのほら、ユン・ソンニルだと、主語は、はい。自分はっていうことですよね。 で、こういう言論なんてやっぱり平気でできる人だってことなんですよ、ユン・ソニル大統領は。うん、で、これでこの人は、それから、うん、えっと、ミシェル・ミシェルユンヒえ、ミシェル・リーさん、うん、で、この方はね、1年前にこのユン・ソニル大統領に対して、まあ、当時当選したばっかりだったかな。 であなたの政策は女性差別をえっとする <laughs>、どんどん拡大する政策じゃないですかってことを質問してるんですよね。うん、で、この時もね、その言論ダンスめいたことをユン・ソンニョル大統領は言ってるんですよ。うん、だから本当、日本と韓国、アメリカが言論の自由、民主主義がある国で中国とロシアが違うってイメージが圧倒的に持ってる日本人のイメージなんですけども、うんうん、一番言論ダンスを <laughs> してるのは、今の日本と韓国の。 そうですね、はいはいえ。まあね、本当にちょっとそういう、それは現実が一般の人にはかな,なかなか伝わらない、わ、えー、からない人が圧倒的に多いですけども、それでもね、えー、少なくてもうちの放送は、うんえー、ファクトの情報を、えー、放送していると、チェックしながらやっているということは間違いないですね。はい あ今日は本当、緊急だったんですけども、お疲れ様でした、連休今後ね、こういう形でもう少しコンパクトに、映像を減らしながらやっていくことにしますので、今後も頑張ってやっていきましょう。今日でもちょっと長かったですね、そうですね、これをもう少し3、40分に減らしていきましょう。ははいいじゃゃあ、ままた来週ちんとやるのででお願しすす了解